はようございます。8月25日ですね。気温が 27.8 度、湿度が 86%、室温が 25.1 で、湿度 62% ですね。今日はちょっと雨が降っておりますのでちょっと涼しいです。今日は抽出の方、中心からの、抽出のやり方をやります。昨日と同じで、このフローレートというのの数字を、調べたいと思っております。で、今日の格言、書くことと喋ることはアイデアを固定化させる効果がある。はい、書くことと喋ることはアイデアを固定化させる、効果がある。はい、そして、今日もモカを用意しました。はい、まずは穴を掘ります。まず、ポットに、お湯を入れて温め、それからあれですね、ドリップポットに お湯をいっぱいに出します。これによって、ドリップポットの温度を上げるということですね。はい、それではスタートしてみましょうかね。動きました。はい、真ん中を指さします。蒸らしはあれですね、真ん中から順番に、濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分に指さしていく感じです。で、3分間の蒸らしですね。基本ここの段階ではあんまり、問題なくて、次の、お湯の差し方です。真ん中中心からお湯を差すんですけど、その時に、外側の場合って、まあ、早く円を描くことができるので、お湯を太めに差しても、早く円を描くことによって相対的にお湯の量を減らすことができるんですね。それに対して、どうしても真ん中からお湯を差す場合は、そこまで太くさせないんですね。太くさす、相対的に、中心の方って、まあ、このお湯を差してる時に動く量が短いので、短い状態っていうことは相対的に湯の量が多くなるんですね。コーヒーの粉に対しての湯の量が多くなると。
そういう状態だとどうしても、粉が動きやすいので、その分だけ調整して どっちかというと、お湯を細めで、水位を上げるように、していく、傾向があるので、そこの部分でいうと、外側で水位を上げるのとはちょっと違うかもしれないですね。そこら辺ちょっと、このフローレートというやつでどのぐらいの数字になるかをちょっと、調べてみようかと思っております。で、まあ結局こういうふうに喋りながらこう解説するというかやってるとですね、人間頭の中が整理できるっていう部分はありますよね。これが書くことと喋ることはアイデアを固定化させる効果があるっていう部分なんですけど、これはある意味書くこと喋ることだけではなくて、まあ例えば人に説明することでもそうだし、あともう一つは例えばブログとかなんかに書くみたいな文章としてまとめるとかいうことでもやっぱ同じような効果があるような気がします。基本的にはどのやり方でもいいんですけど、まあとにかく、頭の中を整理するのには喋ること書くことっていうのは結構有効じゃないかという気がしますよね。で、実際この J モードというのでこのフローレートを、まあ、調べる、まあ、今日これが2回目になるんですけど、このフローレートの、中心の方、実際に、中心の方で、やるとどんな感じになるのかちょっと興味もあります。はい、それでは、抽出に、真ん中からですね、今の感じからするとどうでしょう、7グラムぐらいですかね。昨日が水位を上げる時が約10グラムぐらいだったので、それと比べると7グラムでちょっと少なめですね。やはりで、抽出に入ると、まあ抽出に入るとっていうか、まあ下に落ち始めると、どちらかっていうと、落ちてる分と同じだけお湯をさしてるだけなんで、この場合まあひたひたに
ひたひたを維持するっていうのは基本そういうことなんだと思うんですけど、これが例えば水位が上げてきた場合だと、落ちる量が多くなるので、それに合わせて、お湯を差していくとなると当然、お湯の差す量は多くなるわけですね。で、例えば今、このお湯の太さで差しているわけですけど、この状態で、このフローレートっていうのがゼロになってるんですね。つまり下落ちる量と、上からお湯を差す量が大体同じになるわけですよ。だからこれをちょっと水位を下げてくるとかなんかすると、その分だけ、落ちる量、もともとコーヒーの抽出の場合はこのコーヒーの層の厚さによって、下へ落ちようとする、コーヒーの、量というのは決まってきますから、それが、まあ、少なければ少ないほど、まあ落ちようとする量が、少なくなって、そうすると、お湯の差し方が丁寧になるということになりますよね。はい、モカですね、中心からお湯を差したモカになります。代表コーヒー入りました。はい、これはどっちですか。中心でお湯を差しました。ああ、中心さ、はい、さっきさ、水位上げることとかやってます？うん、上げなくていいんですけど。あ、そう。あの、水位を上げること考えるとお湯が太くなるんで、うん、ここちょっとやめてもらえます？真ん中から。わかりました。ドリップドライの L もそうだけど、一定の湯量しか出ないわけじゃないですか、細さで。了解です。じゃあ明日、その、なんていうのかな、本当にテクニックは使わなくていいので、通すようなイメージ上げるよりも。了解です、うん、じゃあ明日はその辺でやってみますか。はい、ということで、今日はここまでということで。